感想者1821ナショナルギャラリー像主教の庭から見たソールズベリー大聖堂1823ビクトリアアルバート博物館像ジョン・コンスタブルは19世紀のイギリスの画家であるカンスタブルと表記することもある同時代のウィリアム・ターナーと共に19世紀イギリスを代表する風景画家である西洋絵画の歴史においては神話 聖書のエピソード、歴史上の大事件や偉人などをテーマとした歴史画が常に上位に置かれ、風景は歴史画や物語の背景としての意味しか持っていなかった。17世紀オランダでは風景画が発達したが、ヨーロッパ全土で風景画が市民権を得るには、フランスのバルビゾン派、イギリスのターナーやコンスタブルが登場する19世紀を待たねばならなかった。 コンスタブルは1776年、ロンドンの北東にあるサフォーク州イーストバーゴルトに裕福な製粉業者の子として生まれた。画家を志したのは、比較的遅く20歳の時、商売を覚えるためロンドンへ出た時に、ジョージ・スミスという風景画家に出会ったのがきっかけという、1799年23歳の時に、 ロイヤルアカデミー付属美術学校の見習い生となり、翌年には正規の学生となっている。アカデミーの展覧会に初めて出品したのは1802年26歳の時であった。ターナーが27歳にしてロイヤルアカデミー正会員となっているのに対し、コンスタブルは1819年43歳の時にようやくロイヤルアカデミー準会員となった。 正会員になるのはさらに10年後の1829年、53歳の時である。ロマンハイロが国劇的な画面を想像したターナーに、対し、コンスタブルは中世故郷サフォーク周辺の身近な風景を描き続けた。野外での制作を始めたこと、刻々と変化する光の効果を捉えようとしたこと、 パレットで色を混ぜ合わせるのでなく画面上に異なる色値の筆色を並べるなど、その制作態度や技法は印象派に先駆するものと言える。代表作、感想の車は画家の地元サフォークの平凡な風景を史上豊かに描き出したもので、1821年に母国のロイヤルアカデミーに出品した時は全く話題にならなかったのに対し、1824年に パリのサロンに出品された時は絶賛を浴び、ロマン派の画家ドラクロワにも大きな影響を与えている。ありがとうございます。